アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな有名な物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年9月2日、場所は西宮関西学院第3フィールドにて、2023全国高校アメリカンフットボール選手権秋季大会、その兵庫県予選1回戦になります。三田松雲館高校タイタンズ対滝川高等学校ブルーインズの一戦がまもなく行われます。試合開始16時30分キックオフ予定です。試合に先立ちまして両チームフィールド上でのウォームアップを終え、現在試合前の最後の調整に入っております。両チームのご紹介をさせていただきます。手前がホームスタンド側に陣取りますのが、本日はホームチーム扱いとしてカラーのユニフォームをまとっております三田松雲館高校タイタンズ。兵庫県の中では比較的新設の側、最近に参加してきたチームでもあります。近年はそのコロナの影響がありまして、その人員がかなり不足した状況が続き、合同での参加ないしは参加そのものが難しいといった状況を強いられておりました。しかし今年その努力の甲斐あって部員獲得確保がなり、この秋久方ぶりの単独参戦という形を取っております。総勢12名、それでも厳しい状況でありますが、その奮闘ぶりに注目しましょう。対しましてバックスタンド側に陣取りますのが、本日はビジターの扱いになりますホワイトのユニフォームをまとめました滝川高校ブルーインズです。兵庫県の中では歴史ある参戦校ではありますが、その全国への扉にはなかなか関西学院勢を突破することができず苦しみながらも、しかし骨太な、しかも正々堂々と真っ向勝負の力強いフットボールを展開しているチームです。こちらもやはりコロナ禍にありまして非常に厳しい時期がありましたが、しかし OB そして様々な方々の支援に伴いまして単独参戦を続けており、今シーズンもその形を取りまして単独参戦、そして全国への出場が可能な形を保っております。陣容を見ますとほとんどが1回生2回生というところに、やはりコロナの影響があったということを感じます。しかしもともと持っておりますこのチームの正攻法のストロングスタイルのフットボール、この試合でも期待したいと思います。さあ試合前、その試合直前の最後のハードルを両チーム取っております。両チームの父兄そして OB の方々もこの一戦に注目を集めるようにスタンドで観戦しております。さあまもなくキックオフの時を迎えます。しばらくお待ちください。
両チームフィールドの中央に集まりまして、まもなく試合開始となります。令和5年9月2日、場所は西宮関西学院第3フィールドにて、2023全国高校アメリカンフットボール選手権兵庫県予選、三田松雲館高校タイタンズ対滝川高校ブルーインゾン一戦が行われます。試合開始16時30分キックオフ予定です。これより両チームによりますコイントスが行われます。三田松雲館高校キックオフ、滝川高校リターンで試合が始まります。さあ両チームフィールドに散りまして、まもなく試合開始のキックオフです。まずは三田松雲館高校のキックオフです。キックオフキッカーを務めますのは三田松雲館高校73番の樋口、塩瀬中学校出身の3回生。対しまして滝川は13番と21番がリターナーに入りました。13番は明山、21番は赤木。このキックは外へ出まして、イエローフラッグ反則という形に判定されます。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード進んだ位置か、5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードペナルティで自陣35ヤードのいずれかの選択をできますが、滝川は自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。この位置から滝川高校の攻撃に入ります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。さあその形でまず最初の攻撃に入りますのはリターンの権利を持っていました、滝川高校になります。滝川高校自陣35ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず中央へのランプレー、ランニングバックに落とせまして中央突破を図りました。キャリア11番にそれは託されましたが、しかし三田松雲館ディフェンスラインが殺到しまして2ヤードロスに変わりました。ボールを持った選手が倒れたところまでが前進距離という形になります。下げられた位置で倒されましたので2ヤードロス、交代する形になりました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。その結果滝川高校は自陣33ヤードからセカンドダウン12、2回目の攻撃です。攻撃権更新距離は12ヤードと変わりました。さあここでトラブルが発生している。ターンオーバー、ここで滝川高校再びランプレーを展開しようとしました。しかしこの時に三田松雲館ディフェンスラインに殺到しボールファンブルを誘発しました。落としたボールはどちらが抑えても構いません。この結果抑えました。三田松雲館に攻撃権変わります。三田松雲館高校相手陣に入りましたのファーストダウン。さあビッグレーを見せました三田松雲館ディフェンス陣、この勢いオフェンスにそのまま生きる形になるでしょうか。三田松雲館相手陣28ヤードからのファーストダウン、10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。ナイスラン、ナイスブロック。
ビッグゲームファースター。さあ三打昇雲間もランプレーから入りました。キャリア21番にボールを託しまして、この時にオフェンスライン見事なブロックでホールを作りました。その穴を突き抜けるようにランニングバック21番突破しまして、一気に攻撃権更新です。三打昇雲間高校ファースター、見事なラン決めましたのは21番の日浦、長崎高校出身の長崎中学出身の2回生。さあ相手陣10、3ヤードに入りましての三打昇雲間ファーストダウン10。今度は滝川ナイスです。再びランプレーにより突破を図りましたが、ここは滝川高校53番が一気にプレッシャーかけまして約2ヤードロスを奪いました。さあここで一つくさびを打ちました滝川高校53番は池野、伊吹台中学校出身の2回生でチームキャプテンです。さあまず一つくさびを刺しました滝川、しかしこれを跳ね返すか三打昇雲間。セカンドダウン12、パス不成功。ここで今度サウンダ昇雲間、アメリカンフットボールでは一度だけ攻撃開始地点より後方より一度だけできる前パスを展開しました。ターゲット13番でしたが、これをキャッチミス、パス不成功に終わっています。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃という形に変わります。従いましてサウンダ昇雲間サーダウン12。さあこの12ヤードを突破できるでしょうか。ボールオンは相手陣20ヤード。ここでホイッスル。ここで三打昇雲間前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずこの絶好の好機イカさんと三打昇雲間、ここで前半の1回目のタイムアウトを取りました。ある意味予想外という言いますと失礼かもしれませんが、久方ぶりの全員出場と単独出場という形になっております三打昇雲間がむしろこの試合序盤押しております。ディフェンスで殺到しまして、その得ましたチャンスを現在オフェンスイカンさんと、ここでまず最初のタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。三打昇雲間相手陣20ヤードからサーダン12。さあこの判定どうなるか。さあ審判団協議します。さあクォーターバックのスクランブルと判定されまして、約3ヤードのゲインでとどまっております。攻撃権更新にはなっておりません。結果的に3打昇雲間フォースダウンに入ります。さあフォーメーション変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス34ヤード、フィールドゴールキッカーは73番、樋口、果たして決めることができるでしょうか。フィールドゴールブロック。フィールドゴール失敗となりました。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこのチャンスを三打昇雲間はまずフィールドゴールにより先制しようとしましたが、これを見事に滝川高校ブロックしまして大きくリターンし、逆に反撃になります。タッチダウンでありましたが、しかしこれは三打昇雲間止めました。しかし結果的に4回目の攻撃失敗となりますので、これで攻守交代となります。さあここで起きました反則の判定をしかし注目いたしましょう。ゲストの視点からバッタイ15ヤード、攻守は交代。
先ほどの反則はプレー終了後に起こりました。アンスポーツマンライフコンダクト、スポーツマンとしてふさわしくない行為がディフェンス側滝川高校にありました。先ほどのプレーそのものは無有効という形になりますが、終わりましてからこの反則は施行されます。反則としては重い反則なり15ヤードの抜体となりますが、しかし攻撃権は変わりまして滝川高校に移ります。劇的なワンプレーでしたので、その興奮が態度に出てしまったと思われます。やむなしという部分でありますが、非常に優位な地位を得る状況でしたので惜しい反則ではありました。さあしかし攻守は変わりました。今度は滝川高校の攻撃に変わります。自陣43ヤードから滝川高校ファーストアンテン、さあここでビッグプレーが出た。インターセプト、ターンオーバー。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあここでの反則は果たしてどのような反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手を掴んでおります、いや掴んではいけません。この反則がありましたが、しかし三打将軍間これを取らずインターセプトを有効としました。従いまして攻守交代です。攻守変わりまして三打将軍間高校の攻撃と変わりました。見事インターセプトを決めましたのは三打将軍間高校21番の日浦、長崎高校、長崎中学校出身の2回生。さあ目まぐるしく展開しますこの序盤戦。攻守変わりまして三打将軍間相手陣40ヤードからの攻撃です。ファーストアンテン、さあここでランニングバックとのコミュニケーションあず、結果的にはクォーターバックそのボールを抑えましたが約4ヤードロスに変わっております。さあ共に浮き足立ちが浮き足立っているのかもしれません。どちらかがその状況リズムを作ることを期待したいと思います。三打将軍間相手陣44ヤードからセカンドダウン14。さあここは滝川ディフェンスが殺到、ショットガンフォーメーションからランニングバック21番に持たせ右オープンの展開を図りましたが、これはディフェンス陣が殺到し約2ヤードロス。さあ滝川もここで勢い取り戻しつつあるでしょうか。ディフェンスで相手の攻撃を押し返しております。サンダ将軍間これを打破できるでしょうか。相手陣46ヤードからサーダウン16。ナイスファーストなんと三打将軍間ここで意表をつくようにランプレーを選択しました。ランニバック21番今度も同じくハンドオフから右オフタックルを突破し、相手ディフェンスの隙間を塗って一気に攻撃権更新としました。三打将軍間高校ファースト、素晴らしい快走を見せました。ランニバック21番は日浦、長坂中学校出身の2回生。三打将軍間ここで素晴らしいプレーを続けております。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断によりその時の天候および気象条件を鑑みフィールドの半分でタイムアウトを取ることがございます。本日はまだ残暑厳しい9月の初旬ではありますので、熱中症対策として審判団がここでタイムアウトを入れた模様です。チャット欄への応援メッセージありがとうございます。ノート様、ナイスラン、先ほどの日浦選手のランプレーを称えていると思われます。
三田将軍官、久方ぶりの単独参戦ながら素晴らしい戦いを見せていると私も思います。さあウォーターブレイク解けました。試合再開となります。三田将軍官相手陣26ヤードからのファーストダウンテ、さあ好調なランニングバック21番日浦にまたしてもボールを託しました。ディフェンス殺到しましたがその間をすり抜けるように約4ヤードゲインとしています。三田将軍官相手陣22ヤードからセカンドダウン6、さあ非常にタイトなフォーメーションを取った。さあ再び21番に託します。右オープンつかせましてゲイン測りましたが、しかし滝川高校もこれは見事対応しております。ゲインほとんどなくサードダウンに変わります。まず三田将軍官はこの21番日浦の総力でまずタッチダウンを上げんと測っているようです。さあこれを滝川受けて立つ形ですが、果たして食い止めるでしょうか。三田将軍官サードダウン6、ボールオン相手陣22ヤード。パス不成功。ここで裏をかくようにクォーターバック1番、プレイアクションからロングパス。ターゲット13番でしたがわずかにオーバースロー。パス不成功によりフォースダウンに変わります。さあフォースダウン6で三田将軍官フィールドゴールトライ、再びキックによる3点を狙います。キックレングスは38ヤード。さあ今度はどうか。キック成功、3点獲得。見事三田将軍官73番樋口、素晴らしいキック力でこのフィールドゴールを成功しまして3点獲得です。三田将軍官高校3点、滝川高校0点。まず三田将軍官が先制を挙げる形になりました。さあまずこの対戦先手を取りましたのは三田将軍官となりました。しかしその得点はまずフィールドゴールによる得点です。滝川高校この反撃のチャンスを生かす形ができるでしょうか。リターンに入ります。先ほど得点を挙げました三田将軍官高校のキックオフで試合再開です。さあこのキックも外へ出ましてアウトバーンズフィールド、反則という形になります。さあこの反則をどのように成功するでしょうか。滝川高校自陣35ヤード付近からの攻撃を選択、35ヤードからの攻撃を選択しました。攻撃権変わりまして滝川高校の攻撃に入ります。滝川高校自陣35ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファースト。さあ今度は滝川高校ランプレーが出ました。キャリア9番ハンドオフを受けましてディフェンスをすり抜けるように中央突破、一気に10ヤード前進しまして攻撃権更新です。滝川高校ファースト、素晴らしいランでまず攻撃権更新を果たしました。滝川高校のランニング枠9番は西、滝川中学校出身の2回生。さあ滝川高校ハーフウェイ付近からのファーストダウン10。
さあ今度も抜ける、ディフェンスとすれ違うように見事なランを決めています。ランニングバック9番、このランプレーも約7ヤードの原因としました。チャットラン、コメントメッセージありがとうございます。音締め様、天音様、メッセージありがとうございます。天音様は滝川高校のファンでしょうか。三田松陰に負けないように頑張れというメッセージ、チームに届いているかのように今素晴らしいプレーを滝川高校を見せております。滝川高校セカンドアンスリー、ボールオン相手陣44ヤード。ナイスラインファースター。再びディフェンスの隙間を縫うように中央突破しました。ランニングバック9番、見事攻撃権更新です。滝川高校ファースター。さあ膠着しておりました状況、滝川高校ランニングバック9番の西が素晴らしい回想を見せております。相手陣入りまして、滝川高校相手陣37ヤードからファースター。さあ再び中央のランプレー、今度はキャリアを変えまして、失礼しました、9番が再び突破を図りましたが、しかしこのランプレーは3打正運間カバーしており2ヤードのゲインにとどめております。しかし相手陣35ヤード、この攻撃生かせるでしょうか。滝川高校セカンダン8、さあこれはどうなるか。ディフェンスが殺到しまして相手のクォーターバックを倒しましたが、しかしイエローフラグ、反則が発生しています。さあこの反則、果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ビッグプレー、ターンオーバー。ここで滝川高校パスを投じんとクォーターバック下がりましたが、その隙を見計らって三打正運間ディフェンスライン殺到、相手ディフェンス、相手を押し倒しながらそこでボールファンブルを誘発しました。その落としたボールを抑えましたの三打正運間、従いまして攻守交代です。ターンオーバー。反則はオフェンスチームにありましたが、この反則を取らずプレー有効としました。攻守変わりまして今度は三打正運間の攻撃と変わります。さあ圧倒するように勢いよく滝川高校のオフェンスを押し返して攻撃権を奪いました。三打正運間ハーフウェイからの攻撃に入ります。三打正運間ファーストアンテン、今度は滝川が見せた。ランニングバック21番の中央ランプレー、これを滝川高校62番素晴らしい対応しましてノーゲインとしました。ここで負傷者発生しているためレフリータイムアウトが入ります。素晴らしい対応を決めましたのは滝川高校62番のプレイヤーでした。62番岡崎、滝川中学校出身の2回生です。互いに攻撃チームランプレーが展開されている状況ではありますが、それを押し返すかのように双方ともディフェンス陣が奮闘しております。素晴らしい好ゲームとなっております。たこ焼き1年様、メッセージありがとうございます。両チームへの激励メッセージぜひお願いいたします。さあ試合再開となります。三打正運間自陣49ヤードからセカンダウン11、ビッグプレー、ターンオーバー。
ここで三打勝運間ランプレーを展開しようとしましたが、このランのキャリアを滝川高校ディフェンス陣が佐藤しボールをスティール奪い取りました。攻守交代となります。ターンオーバー。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして三打勝運間高校タイタンズ3点、滝川高校ブルーインズ0点。攻守方向変わりまして第2クォーターに移ります。